はい、じゃあ僕は結婚式場中です。さっき見た通りで僕はね、新聞があってて、ここで礼儀場で、ここで切ったお客さんと写真撮って、後でそこで、うん、結婚式に参加するキャンプで出るんですね。でここまでだからみんな新聞と友達とか 写真が撮れるように、それは綺麗なところであって、写真が綺麗に写るようにしてるんですね。でここで撮られて、ここはこのとこの新郎がいます。新聞主人公忙しいんで韓国말어안녕하세요반갑습니다こんなで僕の年下なんで、こんな感じでやって、ここでなんか式場劇場です。結構韓国の派手なんで、最近もっと派手になってこんな感じになってました。これで親戚がいっぱい来て、ね、大体その女の子の側、その方の側で、まあ、新郎側、新婦側で大体200-300人作るんで、本当大きな劇場ないとダメなんですよ。でそれで後から本当に劇場の中で入れない人もいるし、あとだからブーペでご飯だけ食べてこういう人もいるんですね。まあ、そんなにうるさいんで、じゃあそんな感じで後から説明してください。じゃあまた。